白川郷の続きです。この雪はすごいですね。これ私の背よりかはるかに高いですね。2メーター、さっきなんか3メーターぐらいあるんじゃないですかね。ちょっと近づいていってみましょうかね。もうこうして見るといいですかね。全然高いですよね。いやー、南国人の私からしたらこの雪だけでもすごいですね。ちょっとでももう少し工夫した方がいいでしょうね。もったいないですね。今一つシステム化されてませんね。もったいない気がしますね。雪山も素晴らしいですね。ちょっと見てみましょうかね。まあ、この雪山だけでも見る価値はあるというもんですけどね。バスの時間まであと10分ぐらいあるんで、土産物屋とかを覗いてみようと思います。ではまた。